はい、半前先生です。ここにインジケーターあるんですけども、カチカチの方がみんなあのねダメな理由をちょっとお教えしたいんだけど、まあこれちょっと上げますね。でこれ勝率9勝2敗 81.8% ですねと出てますけども、このシグナルね、これは最適な分析で 81.8% 設定値なんですよ。で全部そうなのね。 80% 以上で10個以上の取引見てるんですね、全部ね。でこうしますとね、長短になるんで、この設定値で次は通常の投資者が同じような戦略である、投資してない時間があるんだけど、その時は負けるんだけど、この勝率から勝つ方法じゃなくて、シグナルじゃなくて負ける方向にね選択するんです。焦点を選ぶと再現性が少なくなるんですね。だからこのシグナルが出て勝率が 80% でいいから、同じ設定値じゃないの。同じ設定値なんだけど、今度は逆にするんですね。これは間違えちゃいけないね。今負けの当たってるサイクルなんで、マイナス5600円いってるんですけど、しばらく経つとね逆転していきますから。というのは、今この勝率 81% の設定値全部なんだけど、頂点だけ10個以上これ探して、その設定値で動かしてるんだけど、その通りで勝ってるんですね、今はね。だけども、時期を置くと、その頂点はね、設定値が厳しくて、通常でも入りにくいとこなんだ。なんで、当たんなくなるの。だから、この当たる勝率がいいところに投資するんじゃなくて、逆にしちゃうんだよね。逆に投資するんですよ。ね。これをね、よく知っていただきたいと。これ重要なことなんでね。ちょっと大事なこと説明しました。半間陽先生でした。